ありがとうございます。皆さんチラシ大丈夫ですか？ありますか？ない方は遠慮なく言ってくださいね。山ほどいっぱい持ってきてありますからね。はい、今お聴きいただきました水荻池。この歌もですね、また赤い海峡とちょっと違った雰囲気で大変歌いやすい歌になっているかと思いますので、赤い海峡同様こちらの方も皆さんに覚えて歌っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、そして私先ほど1年前にプロデビューをしましたと申しましたけれども、次に歌わせていただく歌はですね、昨年私がソロデビュー曲として歌わせていただいた歌を歌わせていただきます。石の船、聴いてください。